今回は切り返しからダウンスイングにかけて少し教えていただきたいところがありまして、はい、アマチュアのプレーヤーたちが手打ちって言って手が先に降りてきちゃうっていうケースが結構多いんですけれどもうん、うん、どういう練習をしたらアマチュアの人たちもプロみたいに動ききがでででるのでしょうか、はい、そうかそすねあの、まあ、前回もあの、まあ、トップオブスイングで、えー、止まることはないんですっていう。 ことを言いましたけどあの、まあ、テイクバックからもう一連の動きなんですよねテイクバック上げるところから、まあ、このトップオブスに切り返し、切り返しからダウンスイングが入ってくるときにどうしてもあのちょっと繰り返しになるかもしれないんですけども手で上がったから手で降りてくるっていう状況がどうしても出てきてしまうんですねなので本当にあのアドレスからテイクバックのスタート まあ自分は左肩でっていうことを言いますが左肩から体を使って上げていくヘッドは後からくるってことがまず大事なんですね。これがあってでダウンスイングに入るこの切り返しになるんですけどまあちょっとあのクラブを使ってえやってみたいと思いますけどまあドライバーとかちょっと長めのクラブで,でどういう感覚かっていう感覚なんですけどまあトップ。 まあちちっゃいですけどこれトップとしてでこのまま切り返しをこここうやってすするんで,すでここにクラブを持っているとちょっと時間差が生まれますよね体は先に先に行こうとするとでこれいろんなことを言う人がいると思うんですけど自分はおへそかこの溝打ちあたりから下が先に動いていく感覚を持っていただきたいんですよね。でこれずーっともういけるところまでこれ個人差あると思うんでこういう。 なんでしょうねちょっと左肩ストレッチするぐらいの気持ちでそんなに力入れずにこう何回かやっていただく、はい、こう繰り返しやっていただくことであのちょっと感じはつかめてくると思いますしあとはまあクラブ持っていただいて、まあ、できるだけ左肩もしくは体でクラブを上げていただいてちょっと一歩踏み出す、はい、こう一歩踏み出すみたいなこういう繰り返しの ちょっとドリルをやっていただくことで、まあ、体先行というか手がよくあの手が落ちるとか真下に落とすとかいうそれを自分であの落とすわけではなくあの自然落下ですよね自然落下でこの先に行くことによってこう落ちてくるっていう風になってくるんで、まあ、この動きをとにかく作るために、えー、一歩踏み出すドリルとかあとは少しこういうドリルとかをやっていただいて。 えー、ドリルをやってボールを打つドリルをやって素振りをする、まあ、そこにあのどんどんこう入れて、えー、エキスを入れていただいて、まあ、結果的にできるようになるっていうまあでもこれができるかできないかであのかなりあの大きな差になってゴルファーたちはできる人とできない人の差はあの限りなく大きいのでこれをぜひあのまあ 田中さんみたいに初心者はあの、まあ、前回の動画で同時でいいって自分言ったんですけどあ,のある程度ゴルフされてる方は下半身先行で少し状態が残るぐらいの感じで打てるようになるようにやっていただくことであの飛距離にもプラスですしあのゴルフの技術的アイアンの入りにも影響してきますしすべてのことがいい方向にあの回ってくるようになると思うんで。 あのここはちょっとぜひ挑戦をしていただきたいなというふうに思いますこれができたらもしかしたらシングル入りも夢じゃない <laughs> シングル入りはあれです <laughs> でもハンディキャップ5とかは、うん、全然変わると思いますし、まあ、ドライバーの飛距離うまくいけばドライバーの飛距離は20ヤードから30ヤードアップ、まあ、その人の今の症状っていうのはも,もちろんありますけどあのぴったりはまっていけば飛距離アップっていうのはかなり望めると思います。 田中さんをモデルとして、はい、とその練習方法を、はい、見せていただけますでしょうか、はいうね。じゃあちょっとスタンスを取っていただいて、はい、でまあアドレスしてでトップを作ります。はい、あ,あ、いいですね。これが大事ですね。今の動きが大事。でトップを作ったら、まあ、左の親指乗ってますよね。はい、であのまあ一人だとできないんですけど誰かいる。 場合はこうやってクラブを押さえてもらってこれでちょっとあのダウンスイング下半身をこれだいぶ今手に力入ってるな <laughs> この手に力もっとなくしていいですよなるほど、はい、ちょっと左肩をストレッチするぐらいの気持ち<あ>そう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 左肩ストレッチまだまだ力入ってます腕の力もっと抜いてそうそうそう腕は全然力今入ってないですよねそうで左肩をストレッチするっていう はい、でダウンすぎゆっくり入ってみましょうかそうするとこういう形でクラブが降りてくるようになるんでそうするとナチュラルにインサイドからクラブが入ってくるようになるのであの非常に飛距離と方向性がいいということでこのドリルをたくさんやっていただくと効果があると思います一、うんはいね、人の場合はどうやって練習したらいいそうですね一人の場合先ほど自分がやっったようにちょっとこうヘッドを はい、でここがトップだと思って作っていただいて、はい、それでダウンスイングをでここもそうでいいですね手の力は抜いて手の力はゼロですそうです、そうですいいです、いいです、こういうこれ、向こうに向けば向くほどパワーはそうそうそう、そいいですよチストするみたいな、ね、感じで、はい、今、非常にいい出ましたね。 はい、なんかすごい飛びそうですね。飛びそうですね。<laughs> はい。で、もう一つは、ちょっとクラブ持っていただいて、はい、で。構えます。はい、で、トップ作って。トップ作った左足を一歩。前に出しながらダウンスイング。そう,そう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 。そうです。そうです。これもいいですね。トップから一歩。一歩。踏み出して。はい。もう少し大きく踏み出しましょうか。一歩ポンと向こうに出して <laughs> そう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 ,そう,そう,そうなんかこれって野球みたいな感じになるんです,です,です野球でもこういう動きとかいろんなスポーツでもテニスとかでもちょっとこうありますよねなるほど、はい、ここをボンと踏み出すことでパワーが一気に強くなるんで確かに確かにパワーはありますそう,そうですねなので飛距離アップとかそういう力強さにあの変わってきます、はいはい、この切り返しまあ 田中さん、まだちょっと理解できないかもしれないんですが。はい、ためということですよね。ためを作るとい。そうですね。<生>あのためとか。まとか。はい、あの。まあ、そういう。キーワードが。ここで、生まれてくるようになります。あの、切り返し打つの早、は早いよとか。あの、手打ちだよとか。えー、アウトサイドから入ってるよって言われる方は。あの、こういう。動作をたくさんやっていく。必要があります。うん ありがとうございました。